きちょっとマックス時でね時間長めにやっちゃったので日付変わる23時58分48秒とかに終わります。そんぐらいに沸かします。よろしくお願いします。沸かしますよね。 それはお風呂の話。そんぐらいで終わりにします。3時間ぴったりでね終わらせるので、うん。はいね、なのでありがとうございます。ギフトもありがとう。3日目が終わるよ。早いね、早い本当に。そうね、まあなんか5日間だけだったからそんなに、なんだろう、睡眠不足になりすぎることもないかな。だから明日オンラインおしゃべり会とともにやりきって、で最終日本当に最後の最後まで走り抜けて、うん、でそうだね、最後の最後までやって、で全力出し切って諦めずに最後まで上を目指せていけたらなと思ってます。うん、そう。でもね、そう、まあギフトとかもそうですけど、お星様をね投げてくださる方もねたくさんいてね、すごいありがたい、温かいなと本当に思いますね。うん、ありがとうございます。わあ、もうねだいぶみんなも眠くなってきたでしょ。眠れるようにちょっとお祈りしておきます。みんながちゃんと眠れるように。明日のスケジュール、ツイッターとメールの方を送らせていただきました。ご覧いただけましたかね。明日はオンラインおしゃべり会が私5、6、7分あるので、夕方はあんまり、なんていうの、そのちょっとずつ細切れで今日みたいには配信できないんですけど、よかったら、はい、遊びに来ていただければと思います。そので時間もちょっと、なんていうの、確定ではないので、はい、なのであれはあくまで目安だと思っててください。そう、ちょっと前後まあ5分とか2、3分とかはあるかもしれないので、はい、まあ最終的に調整して配信するので3時間ちゃんとできるように頑張ります。うん、うわー、終わっちゃうんだな、早いなね。だって明日まるっと1日で、最終日は8時までだからさ、7時59分までだから、そうそうそう、どうかな、お星様投げやすいスケジュールどうでしたか。今日やってみてフルで参加してくださった方もいらっしゃるだろうし、そうフルじゃないけど結構ね遊びに来てくださった方もいたのかなと思うんですけれど、いかがでしたかね。うん、うん、ギフトハートたくさんありがとうございます。ありがとうハートたくさんありがとう。やりやすかったかな。だといいんだけど。うん。明日もね、今日の
スケジュールをベースに作ってるので、なのでそちらねよろしくお願いいたします。ギフトありがとう。うん、熊タワー、ゲーム熊タワーありがとうございます。熊タワー2連ありがとうございます。3連3連ありがとうございます。4連おーれーたくさん5あよよありがとうございますありがとう。5連もありがとうございます。オープンステルス、ステルスの反対言葉オープンなのありがとうね。まあ最後の最後までみんなで力を合わせて上を目指せていけたらいいなと思ってるので、最後の最後まで諦めないで一緒に頑張ってもらえたら嬉しいなって思います。私やっぱり私立もんなので、うん、ちょっとじゃあみんなもお星様今集めてくれたりしてるのかな。ギフトもありがとう。お風呂ちょっと作ってくるね。終わったらもうすぐ入れるようにしたいから一瞬失礼するよ。ただいまよっ。待って私ミラーボール、あれミラーボール、ここってなんかクラブかなんかだったっけ。もともとそんな何もない箇所に何もない箇所のミラーボールですよ。ステルスだー。わっステルスめっちゃ可愛いタワーもらいました。な、それはもうそれはなんかもう逆に悪口なんじゃないか。壁に対してめっちゃ可愛いってことでしょ。ありがとうございます。待って、そんな私がいるところは可愛いかける1だけなの？そんな私がいないときはめっちゃ可愛いかける10なのに。私がいる時は可愛いかける1だけなの。
さえめっちゃと普通の可愛いだけで20倍近く差があるのに、それをかける10でもないってことは、つまり200倍私よりも壁が可愛いってこと？ピエーおもろ、ありがとうございます皆さんね。ギフトもそうですけれども、コメントとかお星様めちゃくちゃたくさんありがとう。すごい綺麗です、お星様が、ありがとう。まあ確かに美白だもんね、壁って。うん、壁は美白だからね。確かに確かに、色白美人だねなあ、壁なあ、色白美人だもんなお前な、なあ。ハートもたくさんありがとうございます。ハートさあ、私これ派なんだよね、このハートの作り方。なんかこうとかさ、こうとかさ、あとまあこう二人だとこういうやつとかさ、指ハートとかさ、こうとかさ、まあこういうタイプとかさ、こういうタイプとかさ、なんかこういうタイプとさ、いっぱいあるじゃん。私こうなんですよね、ハート。これの、これが一番好き。なんかね、このこういうのもあるよね今ね。これもすごい、これはもう最初見た時はこれはな、おたふくかなって思った。そう、ジブさんはこう、自分をサンドイッチしてるポーズ。そう、まあ、ポーズなんてね、取れりゃポーズですからポーズが取れりゃそれはもうポーズとしてね、認識されてるから何だっていいんですけど。うん、ヒナのポーズはね、これだね、36ミム、ミムですね。わかる？3と6ミム。私ちょっと埼玉ポーズっぽい。こうがいいかな。埼玉はこう、ミムはこうかな。これが6ね、6と、まあこうか、悩むよね。こうとこうだとどっちがやりやすいかな。まあこうか、普通に36ミムー、イエーイうおー深夜テンションだからもうほぼなんかみんなそれぞれポーズとかあるの羨ましいからさ。そう、でもわかんない、もうこれしか、もうこれしか思いつかなかった。去年の生誕祭の時何人かやってたけど、ミムね、ミムです、よろしくお願いします。なんか今まで私自分の名前、三村って名前そんなに好きじゃなかったんだけど、 NGT に入ってから三村っていう名字がねすごい好きになったの。ミムっていう、ミムちゃんっていうあだ名がすごい可愛いなと思って、結構大人、マネージャーさんとかに言われるんだけど、ミムちゃんとかミムさんとかミムとか可愛いなと思って、
年パ36っていうのは昔からね馴染みのある数字なのでね。そうそうそう、あ、3期生からはね日野さんだね。結局大体日野さんがで、そうそうそう、まあなんかまだあんまりねこうなんだろう親密的な関わりがあるわけじゃないから、もっともっと仲良くなれたらなって思ってるんだけど、今もねショールームやりながらレッスンとかも頑張ってると思うから、そうそうそう、リハーサルとかねなかなか大変だと思うけど、そうそうそう、まあでもね一緒に頑張っていく仲間としてやっぱりね同じステージに立つからやっぱね、そういう最初からそういうステージがあるっていうのは当たり前のことではないのでね、そこをね改めてね力を合わせてみんなで頑張ってもらえたらなと思うし、私たち正規メンバーはそれはそれで変わらず全力でやる限りではあるので、うん、そう、まあ明日会えるかな、多分おしゃべり会一緒でしょ会場、うん、ありがとうございます。ギフトもコメントもお星様もありがとう。どうしようかな、あと10分、あ、そうだ、3日目だからさ貢献ランキングの100位から全部を読ませていただこうかな、せっかくなんで折り返しっていうのもあって全員読めるかな。じゃあ読んでいきます。皆さんのお名前、100位亀健さん、99位正太郎さん、98位マスルさん、97位ドンテンさん、96位ハルさん、95位ソライさん、94位イヌくんさん、93位大関さん、92位マーボーさん、91位 NKL さん、90位カズキングさん、89位カツサンドさん、88位シュウちゃんさん、87位ゆかおしじいさん、86位超快速さん、85位トライブさん、もうすぐお風呂が沸きます、84位コシイブキさん、83位チキンカツさん、82位企画さん、81位マツくんさん、80位 FB さん、79位ごもっともさん、78位ヒロ兄さん、77位ホークさん、76位ヤスさん、75位阿久津雅彦さん、74位アレキシさん、73位ノノイクさん、72位堀さん、71位とどまるさん、70位さやえんどうさん、69位中川雄一さん、68位源五郎さん、67位滝沢さん、66位しおうちゅうさん、65位つよさん、64位空色奇跡さん、93位ネイビームさん、お風呂が沸きました、62位大さん、61位わさびさん、60位タレカツ丼さん、59位シンジャロスさん、58位ヒサキさん、57位 NGT 玉尾さん、56位リュウタさん、55位ユタカさん、54位ナベさん、53位ディアさん、52位横浜のおじんいちさん、51位超大盛りうなとり丼さん、50位まるちゃんさん、49位ハチさん、48位柱王さん、47位まみまみさん、46位新潟和さん、
45位菅さん、44位 RS さん、43位みーちゃんさん、42位赤道のターボーさん、41位マフェリアスさん、40位米沢二郎さん、39位アップルトレインさん、38位シューさん、37位タムヒロさん、36位サトシオンさん、35位星太郎さん、34位むっちゃんさん、33位グロッチさん、32位タカさん、31位おだしさん、30位リンさん、29位トールさん、28位太郎さん、27位ノムさん、26位ミオちゃんさん、25位ルカさん、24位ゾーンさん、23位サンちゃんだよさん、22位ケイさん、21位ムツキさん、20位みかん男さん、19位鳥おやじさん、18位トシさん、17位クチチーさん、16位ユキリン55さん、15位ベロさん、14位ピーメガネさん、13位ミーさん、12位奇跡の左足のりさん、11位しんいちさん、10位鈴人さん、9位突破球さん、8位いちたさん、7位よしさん、6位こたつ猫さん、5位ひよりげたさん、4位東郷さん、3位パックスゆかーなさん、2位ひろしさん、1位昔からおじんさん、皆さんありがとう。読ませていただきました、ありがとうございます。このね100位以内にね名前なかった方もねきっとたくさん、これね100位の方今6663ポイントなんだけどね、ってことは多分さ1000ポイント2000ポイント3000ポイント4000ポイント5000ポイントぐらいの方がもっともっと多分いらっしゃるわけでしょ。本当にありがたいなと思って、うん、なのでこれからも100人だけじゃなくてね、ほんとちょっとほんと1ポイントでも2ポイントでも何ポイントでも本当に塵も積もれば山となるですから、これからもどうかそのたった私一人だけのポイントでどうこうなるもんじゃないしなって思わずに、よかったらよかったらお力を貸していただけると三村は大変大変嬉しいなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。どうかよろしくお願いいたします。うん、やっぱ毎日アイドルの成果もあってこう見てくださる方はね結構普段から多いですからね、上の方に表示されるからなんだけど、そうありがとう。よし、明日もまた12時頃にねあれが更新されるんですよ、ランキングが。そうそうそう、だからまあねまだあと2日間あるから、ほんと最後の最後まで頑張りたいなって思ってる。もちろんやるからにはねまあツイッターでもちらっと書いたけど、もちろんカップリングの真ん中センターを目指してはいるので、だってそっちの方がみんなが頑張った分ご褒美というかみんなの見たいものをお届けできるだろうから、もちろんそれは目指してはいるので、最後まで諦めずに、はい、もちろんもちろん5人の中に入るのもそうだけどね、それだけじゃなくて、そうなので明日明後日土日あるのでどうぞよろしくお願いします。休日までねお付き合いさせてねしまいまして本当にありがとうございます。うん、あとね3分、私じゃあこの配信終わったらもう直行でお風呂行って、お風呂を使ってシャワー浴びて髪の毛乾かして、明日朝6時45分の配信でまたお会いしましょう。6時にステボシでございます。寝る前に皆さん星満タンにしてから寝てくださいね。はい、
よろしくお願いします。うん、まあ朝配信はもうふにゃふにゃしてるけどね。今日今はあのわざとこうゆったり喋ってますけど、あめっちゃ可愛い、私がいるところでめっちゃ可愛いタワーだ、ありがとう。壁だけじゃなかった壁だけじゃなくて私がいてもめっちゃ可愛いってよかった、胸を撫で下ろす、ほありがとうございます。はいね、みんなもありがとう。そう、朝はだから野菜シスターズでね、みんなでちょっとこう軽くこうやって踊ろうおーおーおーシスターズはいってみんなで歌って元気出していきましょう。うん、ということであと1分です。壇上読もうかな。じゃあ今のリアルタイムの壇上読ませていただきます。13位ダイさん、12位カイセイさん、11位タムヒロさん、10位ののいくさん、9位つよさん、8位奇跡の左足のりさん、7位ひよりげたさん、6位突破球さん、5位しんいちさん、4位東吾さん、3位いちたさん、2位ひろしさん、1位むかしか老人さん、みんなありがとう、ありがとうございます。ということでね、4日目5日目もどうぞよろしくお願いいたしますね。まあなんかリアルタイム更新じゃないからまたそこもね違ったとこありますよね。はい、明日もよろしくお願いします。それでは皆さん、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。